どうもこんばんは、中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト7の結果を今から確認したいと思います。ちょっと今日は早いけど、ロト7結果確認したいと思います。キャリーオーバーが12億5000万か。ってことは、1等なしかな。多分。あ、1等一口だけ出てるな。うわ、めっちゃ羨ましい。10億。10億か。めっちゃ羨ましいな。2等が24口。2等めっちゃ多いな。だから金額も360万でかなり少ない。2等にしたらかなり金額少ないねんけど、24口はちょっと多すぎるな。まあ、とりあえず、当選数字確認したいと思います。よいしょ。ふう。14、17、28、13、あと1つやね。あと1つが、来た。7と14と17と13やな。まっとう当選して。合っとるよな。7と14と17と、ボーナス数字の13で6と。6等やな。いや、当選してる。まっとう当選した。いや、嬉しいな。ロト7結構いい感じ。多分これ13やんな。合ってるよな。多分。二口目は二つか。多分二つやんな。これが37だったら5等やったんか。数字一つ違いで5等逃してんけど。いやー、また来たな、当然。だいぶ嬉しいねんけど。いやー、10番台が多く出るんじゃないかなと思って、その10番台がずっと多かったから、また10番台多く出るんじゃないかなと思って、一口目10番台多く予想してんけど、まあ本数字は2つしか出てないねんけど、ボーナス合わせたら3つ出てるから、それが全て一致してる。これある意味奇跡的やと思うねんけど、全て一致してるから、いや、本当によかった。いやー、嬉しい。まあ、もうちょっとめっちゃ笑ってんねんけど いやー、ほんと当選したらこんな嬉しいんやなと思って。しかも結構、コンスタントに当選できてるから、いやー、もう、めっちゃ嬉しいな。5等、6等、3回当選ができてるから、いや、ロト7結構いい感じで来てるな、今。ただ、次連続当選は、なかなか難しいねんけど、でも、まあ、頑張って、予想したいと思います。とりあえず、当選数字書いとこ。17、28、あ、二口目は三つやな。だから結構いい感じやってんな。7と33と27やろ。二口目も三つは一致してるな。まあ、気持ちよく明日、ロト6予想できます。いや、ほんと、嬉しい
それでは、また一本動画撮りたいと思います。まあ、ショートライブやけど、それで今日は終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。